こんにちは、タケチャンネルです。今回はね、ちょっと告知になるんですけれども、こちらですね、今年もやってまいりましたモデラーズフェスティバル、こちらが今週末に南港の ATC で開催されます。土日の開催になるんですけれども、そちらに、うちのお店としてですね、タグを出して作品の出展をしますので、そちらのお知らせっていう形になります。はい。で、一応、開催日時が、今月10月の29、30で、29の土曜日は、お昼の12時から夕方4時45分まで、で、30日は朝の10時から、夕方の16時までっていう形になります。この2日間開催されて、入場料などは無料になります。で、今年は、入場前の予約っていうのも必要ありません。去年はね、ちょっと感染症対策っていうので入場前に、事前予約っていうのが必要だったんですけども、今回はもうフラッと来てフラッと見れるっていう感じになりますので、もしね、お日にち空いてる方いらっしゃいましたら、よかったらお越しいただけたらなと思います。一応うちも、2択借りてまして、そのうち1択はまあお客さんの作品で、もう1択の方はまあちょっと企画展っていう形で、お客様とかと、一緒に、コンペ的な感じでやったガレージキットの展示と、あと、ツイッター上でね、イーストさんと、一緒にあれこれやってた、オールザコンペティションカーコンペ、あちらの作品展示も、させていただこうかなと思っております。はい。ちょっとね、他のイベントでもともと展示される予定だったんですけども、ちょっとそっちがねできなくなってしまったんで、それに出展しようと思ってた方がちょっと行き場所がなくなってしまったっていうのもあるんで、うちの宅ちょっと余裕ありそうだから、あれだったらうちの宅で置いてもらっていいですよっていう形で、お声掛けさせていただいたので、もしね参加される予定だった方いらっしゃいましたら、ぜひ僕の方に DM なり何なりでご連絡いただけたらなと思います。はい。で、一応2日間とも僕は、会場に一応いるんですけども、僕も会場中ねうろうろ回ったりとか、まあ一応レポートをしたいなと思ってるんで、動画を撮りに回ったりとかしてたりすると思うので、まあちょっといないかもしれない、自分の宅のところにはねいないかもしれないんですけども、一応ね僕らの宅は、デザインギャラリーって一番横長の部屋、一番横長の部屋の一番奥の角っていう場所になります。多分モデフェス来たことある方だったらその説明で分かるんじゃないかなと思うんですけど、サロンっていう部屋の、隣の部屋の、一番左奥っていう感じになります。はい。なので、まあ入り口の受付のとこでねパンフレットもらえるんで、それ見てもらったらすぐ分かると思いますし、まあ下にホームページのリンク貼っとくんで、そちらから宅の一覧とかも見れるんで、そちらからチェックしてもらったらいいかなと思います。で、まあもしお越しいただいて、まあ、僕いないとかっていう場合だったら、まあ、DM いただくなり、多分会場着きましたみたいなツイートをすると思うんで、そのツイートにリプで、何時頃行きますとか、今着きましたとかっていう風に書いていただければ宅に戻るようにしますんで、よかったらお願いいたします。はい。というわけでね、まあ、ちょっと告知だけなんで、時間は短いですけれども、モデラーズフェスティバル2022、一応、ね、多分、まあ、関西の展示会、下手したら西日本の展示会、あ、わかんないですけど、西日本って言うとちょっと広すぎるかな、関西の展示会としては一番規模が大きい展示会になります。で、今回からさらに規模が大きくなって、去年までは10回だけだったんですけども、今回は10階と11階の2フロア構成になってます。で、同時に感染模型合同展示会っていうのも12階で開催されているので、モデルフェス見に来はったついでにこっちの12階の感染模型の方も見てもらうと、かなりね充実の内容で、いろんな作品見ていただけると思いますので、ぜひぜひご来場ください。で、ちょっとねその当日結構イベントがね ATC いろいろあるんですよ。なんでもしかしたら駐車場が混雑するっていう可能性があるので、作品の出展とかをされない方はもしかしたら電車で来た方がいいかもしれないです。僕らはねちょっと作品のね搬入とかがあるんで車で行くんですけども、その日ね特に30日は新日本プロレスのイベントもあったりするんですよ。試合をやるのかな、ちょっと僕も詳細までは知らないんですけど、そんなんがあるんで、もしかしたらちょっと駐車場がねかなり混むっていう可能性がありますんで、
その辺気になられた方は電車でお越しいただいた方がいいと思います。はい、で一応 ATC は結構食べ物屋さんとかもいっぱいあるんで、その辺の心配とかもないので、来場していただいたらがっつり一日楽しんで、一日とも夕方までしかないですけど楽しんでもらえると思いますので、ぜひご来場ください。皆さんのご来場お待ちしております。